you pull me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue.頑張るのキスの頑張るのキス頑張るのキス、おいおい、これからライブだよ。どうするの、これ頑張ってね。かわいい、ね、一緒に寝てくれたよね、今日は一緒に寝たんやんね。そうね、誰が聞かれたらもうアモレも彼氏アモレは彼氏になってる、うん、はい、オプラ、いや、行くぞ。それでは今日は今日はなんとライブの日が来ました。すっごい緊張してます。あー、緊張しすぎてどうしようかなって思うなんですけど、場所は新高円寺だから、もうそろそろもう行かなくちゃいけないし、1時間ぐらいかかっちゃうんですよね。でそこからリハーサルして、で3時間ぐらいがあるので、私はそこにメイクしたりとか、まあちょっと一緒の準備したりとかすると思います。頑張ります。チョコレートがリリアで、これピスタチオなの。おお、最高。これレモンで、これイチゴとホワイトチョコだから。嬉しい、ありがとう。ちなみにピスタチオどこにも売ってないの、だから富澤商店まで行った。すごい。すごい。じゃあ、まあ。消毒だけお願いします。はい、はい。めっちゃ緊張してる。でも気持ちいい。やっぱりすっごい気持ちいい。あとステージも可愛いから楽しい。なんか何か間違えそうだったんだけど、なんとか頑張します。頑張ります。
ですね、多分知ってる方もいると思うので配信ライブもやってまーす。はい、カメラがそことそこらしいです。はい、ハロー。 So if you're in the States, I know that it's very very either really early or really late, so thank you so much for staying up. And thank you for supporting us. And okay, if you want to speak in the Italian, let's go. あわながつかめばベンラグラチェスレスリワチュリアオプライスドンバチューニンバ。あるんですけど、みんなすごい難しかったし、チェキはもう100枚くらい撮ってたんですよね。すごい嬉しかったんですよ。ありがとうございます。誰か来てもらってありがとうございます。あと配信もすごい世界中の方からも見てくれたし、東京に来れなかった方もいっぱい見に来てくれたのですごく嬉しかったです。今回初めてアイドルグループの中で経験したと思うんですけど、まあ、もちろん一番最初は大変さとかねいっぱいあって、ライブ行ってた時に一番遅刻したのは私だった。でみんなメンバーからすごい心配されてて、もうイタリア人の血が流れすぎてそういう癖がなかなか直せないっていうか、まあ、もちろんライブの時はそうじゃなかったんですけど、練習まあいいや練習じゃんってすごい軽くで思って、はい、メンバーからわーやりかーなんでいつもこう時間守ってねーよって怒られて、はい、あとはまあやっぱり振り付けがすごいすごく難しかったんです。正直言うと1ヶ月でこんな振り付けで普段絶対覚えないんですよ。特にアイドルみんなだけやってないからですよね。違う活動とか違う仕事もやってるからこそ、なかなか1ヶ月その4個の振り付け覚えたり歌ったりとかはなかったんですね。一番の私実は個人的には難しかったのはやはり5人でいっぱい場所変えるんじゃないですか。右左こっちに振り返ってとかメンバーをふわーって、そのステージの時はすっごい心配してた。あれ大丈夫か、ちゃんとできたかなってすごい心配してたんですけど、まあ結局は頭の中に残ってたから、あと5人メンバーなのだからこそ花が空いてると、あ自分の場所じゃんって分かってくれるから、まあ無駄の心配がいっぱいしちゃったかなって思って、でメンバーと、まあ、一切全然仲良く普段は仲良くだったなんですけど、近い感じの私はリリアってしかいなかったので、他のメンバーと仲いいのかなって できるかな、まあ、リスちゃんももちろん仲良かったんだけど実は初めてぐらいだったんですよ。もう3回目遊んだ時に一緒にアイドルやりませんかってもう声かけてくれたんですよ。だからもう3回目の後はいいんですかって、で一番最初実は前のグループマイドルミのオーディションで声いただいたなんですけど、あの時は結構まだロックバンド夢中になってその練習がいっぱいしてたから、今アイドルとか一緒にやると
あ難しいなって思ってタイミング悪くて、まあ、その後はコロナになったからまあ全部もう完全に私の、持ってたのプロジェクトはもう全部苦して、もうダメになっちゃって、で、今回は最初と最後のライブなので、まあ、これから活動アイドルの活動をするわけではなくて、もう今回で頑張るしかないなって思ってたんですよね。だからまあ OK って出して一緒にステージに立ちました。でもやっぱりそのすっごい大変、もう毎日ほぼほぼもう毎日練習だったんですけど、すごい大変だったけどやっぱり楽しかった。メンバーとやっぱり誰かと一緒にいるとやっぱり楽しい。私はその昔踊ってみた、イタリアまで行ったと18歳までは踊ってみたのアイドルはやってたんですけど、まあ、イタリアもだったし3人だったしすごい若い時だったからもう全然違うだったんですけど、日本に来てからアイドルやりたいってすごいいい気持ちがいっぱいが持ってても、特に8年前に外国人アイドルやるのってすっごく変で見られて、まあ、無理でしょってほぼほぼ言われてたから、そのソウルぐらいはちょっとだけアイドル生活とかはできた、活動ができたし、で実は今でもゆりゆり革命ジョイサウンドにありますんですよ。カラオケで歌いかったらなんかちょっと歌ってみたいんだったらぜひ歌ってみてください。ちょっと恥ずかしいなんですけど、はい、その時はちょっとだけソロの活動してたんですけど、やはりもう気持ちは全然違うんですよ。ソロでやりたくないなってすごい思ってて、バンド一緒にするともしかして違うかもしれないけど、アイドルはやっぱりグループと一緒がいいなって思って、で昨日家に帰ったら、あ、これから遊ぶとか練習とかもないんだってすごい空っぽな感じになって、正直ちょっと寂しかったんです。あーで、もっとやりたかったけどなーって思いました。まあ、なかなかやはりその外国人アイドルのグループをプロデュースするのは結構難しいと思うんですよ。今回は全部セルフプロデュース、セルフプロデュースのシオン、アリスさんのプロデューサーだったんですけど、やって、まあまあ、やはりその外国人の意見が強いとか、実はその周りはキャラッと作ってるんじゃないかなって思われてたんですけども、もともとそうなんだ、もともとみんなそんな感じなので、何にもキャラッと作ってなくてみんなそのままなんですけど、結構女性だからさ、なんとなくわかるじゃん、これはちょっと嫌だとか、これはあいいなとか、一緒とか曲とかはなんか全部好きなのようにやってたから楽しかったんじゃないかなって思った。もしかして誰かにプロデュースされると、あ、これちょっと嫌だかなって思っちゃうし言っちゃうかもしれないんですよね。まあいろんな、ね、難しいところもあるしね、これからどうすればいいのか正直自分もわからなくなっちゃったんですけど、まあ、とりあえず新しいプロジェクトに向けてまたアイドルのチャンス、なんとなくリアルじゃなくてもチャンスがあればなんか続けたいなってちょっと思いました。はい、ということでした。よかったらぜひツイッターとか、フォローしてください。最近オフ会とか撮影会、まあ、ファンが会うためにいろんなイベントをやらせていただきますので、よかったらぜひ遊びに来てください。いつかライブがあったら絶対告知、ツイッターとか YouTube とかも言いますので、その時を待っててください。で、いつかな、でもソロとかでもなんか曲とか新曲出したいなってすごい思うから、それに向けてちょっと頑張ります。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.